皆さんこんにちは、ドクター芹沢です。7月はちょっとリアルの仕事の方が忙しくて、なかなかゴジバトを触る機会が持てませんでしたけども、なんとか今回も100位以内に入ることができました。だいぶ危なかったですけどね。今シーズンも100位以内はキープしていくつもりです。今シーズンの環境の目玉はやっぱりデストロイヤー完全体の実装ですよね。早速その詳細を見ていきましょう。デストロイヤーはシンゴジラと同じように三段変化を行うユニットです。最初に集合体として出現します。進化時間はやっぱりシンゴジラ準拠の25秒でしたね。攻撃速度も 2.5 秒と平均的で、コストも3と軽いですから、他のユニットと並べて進撃させてあげれば進化時間は稼ぎやすくなるはずです。進化すると飛翔体になり、コストも5、攻撃力もアップします。ゴジバトのマップにいるとだいぶ大きく見えますね、この飛翔体。ダメージ量は他の星4と比べてやや低いレベルですが、耐久力はそれなりにあります。しかし移動速度はモスラ並みにあるみたいなので、結構早く動いてしまいますね。進化時間の25秒は単体では稼ぎにくいでしょう。うまく1回の進撃で進化できればいいですが、そうでなければユニットとして進撃させるより、相手の迎撃要員としてリーダー近くに出現させて時間を稼ぐのが一番とっつきやすいでしょう。戦場の攻撃照準を混乱させるスペースゴジラと相性がいいかもしれません。そして満を持して完全体です。飛行ユニット予想してましたが、地上ユニットでの出現のようですね。今シーズンはバニゴジも強化されましたから、バニゴジ対デストロイヤは何度となく見ることになるでしょう。しかし完全体はここからがすごい。やられた後、幼体に分裂して包囲攻撃を行います。まさに原作通り。三段変化と撤退時効果を合わせ持つとは、さすが人気投票1位。贅沢に効果もりもりですね。攻撃速度は進化前も進化後も変わらないので、攻撃速度とダメージ量的にはファイヤーラドンと似たような感じになりますね。ただ耐久力は飛翔体の時よりも強化されて、撤退時効果も相まって戦場に長くとどまって前線を支え続けることができます。突撃攻勢が相手ならデストロイヤー1体でモスラレオとキングシーサーを同時に相手できちゃうかもしれません。撤退時に出てくるデストロイヤー幼体は星4デストロイヤー完全体のレベルに紐づいているようなので、デストロイヤー完全体のレベルが7なら出てくる幼体もレベル7になるようです。このあたりは若干注意が必要ですね。そしてデストロイヤーリーダーの必殺技、バリアブルスライサー。おお、こうきましたか。僕は水平投げ払いだと思ってたんですけどね。近接攻撃用ですが、意外と効果範囲も広いですね。追加効果で味方近接攻撃ユニットの攻撃力を上げてくれます。確かに今まで近距離攻撃用の必殺技効果はありませんでしたからね。ゴジラやシーサーもそうですが、アンギラス、ラドン、カマキラスだって強化できちゃいます。使いどころを見極めれば低リアリティユニットたちの逆襲撃が見られるかもしれませんね。え、ちょっと待って、この必殺技2回ヒットですか、もしかして。すると1回の発動で300ダメージ与えられるってことですよね。はあ、なるほど。リキャスト時間も90秒ですから、1回の戦闘で 2,3 回使うこともできるわけですね。乱発 OK というわけではないですが、アブゼロのように使いどころを待たなくても近接攻撃ユニットでガンガン攻めていく構成も作れるわけです。なるほど、デストロイヤーリーダーの構成か。今のところこれといったアイディアがないので、芹沢的デストロイヤーリーダーの構成は戦いながら探していくことにしたいと思います。そうそう、今シーズンを戦う上で僕は一つ縛りを設けることにしました。それはメイン使いのデッキには必ずバニゴジを入れるというものです。メルトダウン爆弾の効果範囲が改善されたようなので、この機会にバニゴジを使った戦術を極めてみようと思います。シーズン報酬とショップからもバニゴジ君が来てくれましたからね。今シーズンの相棒はバニゴジ君、君に決めた。
さて、背景を今シーズン仕様に変えて早速戦っていきましょう。いきなりデストロイヤーリーダーが出てきましたね。ガチャで引けたんですね、羨ましい。デストロイヤーリーダーの迎撃能力はそこまで低いわけではないですが、一点集中の攻撃型と攻撃力の低さも相まって、リーダー単体で敵ユニットを退けるのはやや厳しいです。必殺技を使えば多少の囲まれ回避はできますが、このように後ろがお留守になります。デストロイヤーリーダーを使うなら気流やモゲラによる奇襲攻撃には十分注意したいですね。新環境で調整が入ったとはいえ、大きく環境自体が変わったわけではありません。相変わらずモスラレオはよく見ます。モスラレオの対処法はデコイを飛ばして突進を無駄打ちさせるのがまず第一です。メーサーがあれば正面からスタンで止めることもできますね。今回はバニゴジと一緒に進撃していきますから、バニゴジを中心に周りのユニットを配置してなるべくリーダー近くで爆発させるのが基本戦術です。今回の戦いではうまくハマりましたね。ここまでタイミングをうまく取れれば進撃するのもだいぶ楽になります。しかしどんな構成にも弱点はあります。バニゴジの弱点はその動きの遅さです。全環境で猛威を振るっていたレオシーサーをはじめスーパー X など軽量級構成で攻められたら手数と一撃の火力でこちらが不利になってしまいます。加えてキンモジアンギラスのような優秀なタンクユニットが出てくると、こちらの進撃がかなり制限され、逆に自利品状態になってしまうこともあります。デストロイヤーリーダーでアンギラスも強化対象になりましたから、延長戦のゴジラと並んで延長戦に出てくるアンギラスもかなり厄介な存在になることは間違いありません。そんな突撃構成の基本は1回の攻撃でどれだけ多く畳みかけられるかです。レオバトラで一撃を強化させるのもそうですが、シーサーを走らせたり在来線爆弾を合わせたりする人もいますね。電車持ちの相手にはスペゴジの結晶体防御は刺さりにくいですが、ジェットジャガー PP がいればうまく相手の攻撃をいなすことも可能です。今回の構成全部通ってればそれだけで負けていました。しかしこうやって返してあげれば逆転のチャンスが生まれます。リーダーの後ろにいるウルティマやスーパー X は非常に厄介な存在ですが、その攻撃間隔の広さに隙があります。ミニラのスタンで攻撃を遅らせつつ他のユニットで迎撃する方法は幅広く、どんな組み合わせのユニットでも有効です。加えて爆発範囲の強化されたバニゴジがいれば、固まって進撃してくる相手にまとめて追加ダメージを与えることができます。メルトダウン爆弾の検証はまだ詳しくまとまっていませんが、今まで状態3でしか届かなかった爆発範囲が状態2でも届くようになったかなっていうのが第一印象ですね。今までメルトダウンゲージは状態3ぐらいまで貯めないと汎用性はありませんでしたが、今シーズンは状態2まで貯めればある程度周りを巻き込んでくれるので、延長戦の混戦時でも迷わずバニゴジを出していけるでしょう。バニゴジの攻撃間隔の遅さを補う構成を組めれば、相手リーダーをメルトダウン爆弾で巻き込んで勝利することも夢ではありません。今シーズンはそんなバニゴジにふさわしい構成をいろいろと試していきたいと思います。デストロイヤーばっかりに気を取られているといきなり爆発しちゃいますから、皆さん注意してくださいね。今回は以上です。それではまた次の動画でお会いしましょう。